群衆法は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。豊臣氏の家臣。天文十五年、伊丹親保の子として誕生。叔父、群兵太夫、正信の勇士となり、氷氏を名乗る。当初は、摂津国の荒木村重に仕えたが、村重が没落すると、豊臣秀吉に、馬回りとして仕え、摂津中村軍。 ミノ国カニ軍保家で三千国を賜った。天正十八年、秀吉による小田原征伐においては、片桐勝本と共に、上野国東部の城郭を攻めている。文禄元年、文禄、慶長の役では、非全国名古屋において、諸将の兵糧戦調査に携わった。慶長二年九月、地獄下主場所に助任し、豊臣政を与えられている。慶長五年、 関ヶ原の戦いでは、西軍として、大津城の戦いに従軍。その後も、秀吉の子、豊臣秀頼に仕え、大阪の陣では、旗奉行を務めた。慶長19年12月21日、木村重成と豊臣方代表として、徳川秀忠の陣にて、講和の生死を受け取る役目を負った。大阪夏の陣においては、天皇寺、 岡山の戦いで敗北し自害しようとしたが、旗を敵方の増標に渡ることを潔しとせず、大阪城に引き返した。慶長20年5月7日に、豊臣軍の敗戦の中自害した。なお、四女、慶順院は、はじめ明智光秀の合心、木村伊勢守に貸し、茅野渡る三左衛門長政の子を引き取った。この男子が後に、 黒田氏に使え、郡正太夫形成と称した。また、次に課した、三淵光之との間に三人の男子を設け、そのうち次男が、軍藤正と名乗った。柳原家文書、不安。ありがとうございます。